皆様こんにちは、ブランド買取ロリンザのテラベです。この動画ではですね、ロリンザのようなインポート専門店が、どれぐらい一般のお買取店と違うのかということをいろいろお話しさせていただいております。ブランド売るならインポート店へという感じで、捉えてみてください。はい、今日のですね、高価買取ブランドはこちらになります。マーガレット・ハウエルですね。はい、はい、マーガレット・ハウエルは、20年以上前からブランドもちろんあるんですが、今でも結構な人気があります。 MHL も、人気があるんですが、筆記体でですね、マーガレット・ハウエルと書いてるものの方が、人気は高いです。はい、マーガレット・ハウエルはですね、やはりちょっとお買取額にばらつきがあります。もちろんアウターワンピースは高いんですが、シャツの中でもこのようなシャツは高くて、このようなシャツはそうでもないといったようなものが存在しますので、大手買取さんで、買取店さんではその辺は一律で、比較的安く抑えて、買取してしまいことが多いです。なんでそんなこと知ってるのかと言いますと、もちろんですね、某なんとかブルストアさんの、元店長だった、子がうちに在籍していたこともございますし、他のお客様からいろいろお話しさせていただくことによって、仕入れた、もう最先端の、情報でございます。うちではですね、そこら辺を、もう詳しく細分化させていただいて、マーガレット・ハウエルだけでもですね、アイテム、どちらカラーサイズ、にまず分けさせていただいて、ここは、簡単な表のようなものを作るんですね。そうすることによりまして、はっきりとですね、見える化してですね、お買い取りさせていただいておりますので、マーガレット・ハウエルの、ものお買い取りにはとても、強ございます。はい、今日のですね、高価買い取りブランドはマーガレット・ハウエル、アイテムはこのような、春夏コートですかね、ちょっとこう薄手の裏地のないコートになります。はい、裏地ないですね。お袖にはこのようにボタンがついておりまして、お袖をこうロールアップしてですね、止めることができますので、春夏ですね。お袖を出すこと自体も春夏かと思います。はい、今日はですね、マーガレット・ハウエルに関しまして、お話しさせていただきました。この持ってるマーガレット・ハウエルは高く売れるのかなって思いになられました、そこのあなた、ぜひお電話だけでもお願いいたします。概要欄に、リンクを、ホームページのリンクを貼っておきます。それでは皆様のマーガレット・ハウエルお待ちいたしております。